はい、皆さんこんにちは。今日は Zoom っていうオンライン会議のアプリについて紹介したいと思います。最近ですね、コロナ流行ってて結構リモートワークでお家で仕事してらっしゃる方も結構多いと思うんですけど、そういう方がお家でこういうオンライン会議ですね、できるアプリが Zoom っていうものなんですけど、これの紹介を今日はしたいと思います。で、他にもですね、いろいろオンライン会議ができるアプリがあるんですけど、今一番有名どころというか、まあみんな使ってるのがこの Zoom っていうアプリで、私のオンラインコミュニティでもこれを使ってオンラインセミナーですね、 iPad のオンラインセミナーをやったりしています。で、最近どんどんリモートワーク化が進んでるので、この Zoom アプリはぜひ覚えてほしいですね。で、今日はですね、この前 iPad Mate のみんなと新しい iPad について雑談した回があったんですけど、その回をお見せしながらいろいろ機能について紹介していきます。で、この Zoom アプリですね、ちょっと初めに知っておいてほしいことがあるんですけど、無料アカウントとプロアカウントっていうのがあります。で、プロアカウントは月額2000円で1年分まとめて払うと2万1000円なんですけど、このプロアカウントにすると何ができるかっていうと、本来無料だと40分しか Zoom の会議ができないんですけど、それが無制限になります。で、あとはこのオンライン会議をですね、ビデオに保存しておくことができます。なので、この会議に入れなかったメンバーの人たちに後からこのビデオデータを送信してあげると、まあ、後からでも見れるっていうようなこともできますね。で、これはこの Zoom のクラウドボックスみたいなのがあるんですけど、そこにそのデータを保存しておくことができるんですね。なので、クラウドデータも共有できますよっていうような感じです。で、iPad Mate のコミュニティではですね、1年間の年間契約でプロアカウントを持ってるんですけど、まあセミナーとかやると1時間とか1時間半とかになるんで、途中で途切れちゃうとやっぱりね、集中力切れちゃうので、まあ会議が1時間以上続くようであれば、ぜひプロアカウントにすることをお勧めします。はい、ということを踏まえてですね、この Zoom アプリの紹介をしていきたいと思うので、ちょっと機能が多いので少し長めの動画になってしまうんですけど、最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ Zoom アプリ立ち上げていきます。で、立ち上げると一番最初こういう画面になってるんですけど、この中から使うのはですね、基本的に新規ミーティングか参加っていうボタンです。で、自分がこの会議のオーナーを作る場合は新規ミーティングを押す。で、誰か他の人がオーナーで自分が参加する場合は参加ですね。で、今回は私がこの新規、ミーティングを作るので新規ミーティングを押します。で、この状態でビデオをオンです。ミーティングの開始を押します。はい、じゃあそうするとこういう画面が立ち上がるんですけど、インターネットを使用した通話で OK です。で、これが一番初めの画面ですね。で、 Zoom アプリの基本なんですけど、基本的にこの上のメニューバーですね、ここ右側の上のとこ、ミュートとかビデオ開始、あとは共有参加者とかってあるんですけど、ここを操作してやっていきます。で、ミュートを押すと今自分が発してる声っていうのは全く届かなくなります、相手にね。で、ビデオの停止を押すと、こんな感じでショットアウト。自分の内側カメラも外側カメラも働かないようになります。はい。で、ちょっと共有のところ飛ばして、この参加者のところで他のメンバーが誰がいるかっていうのをここで見ることができます。で、今自分の名前ですね、iPad Mate のホストの名前しかないので、ここは、今一人だけ、参加者が一人だけっていう意味です。で、じゃあですね、こっから参加者を呼びましょう。iPad Mate のみんなに、招待の URL リンクを送ります。で、送るときは、ここ。参加者のところを押して、招待って押します。で、招待を押すと、URL のコピーっていうのがあるんですよ、これ。で、URL のコピーを押します。そしたら、この Zoom 会議の URL っていうのが発行されて、この URL を他社に送るとこの Zoom の会議に参加できるようになります。こっから Slack に行きます。 Slack を押して、どこに行こうかな、つぶやきに行きましょう。つぶやきにさっきの URL をコピーします。コピーして、まあ、会議が始まるよとか何でもいいんですけど、言葉を添えて、で、送信ボタンを押します。で、送信ボタンを押したら、今このメンバーたちに全員にこの URL が送信されているので、あとはですね、Zoom 会議、Zoom アプリの方に戻って待つだけです。こんな感じで待ちます。待つとですね、あ、入ってきた。
入ってきたかな。あ、こんな感じで見えますか。ここに今さっき URL を送ったら、人がどんどんこうね URL アクセスするだけでみんな入ってこれるんですよ。こんな感じで皆さんこんばんは、こんばんは。見えますか、今どんどん人がここ入ってきてるの分かると思います。こんな感じで、さっきの URL をですねメールに添付したりだったりとか、あとは何でもいいんですけど、本当メッセージとか、とりあえずその URL を他社に渡せば、こうやってどんどんみんなが入ってくるんですよ。こんな感じで。あー、すごいいっぱい入ってきた。皆さんこんばんは。はい、で今ですね、参加者13名いるんですけど、この下を見るとですね、誰が参加してるかっていうのも一覧でわかります。で、自分のところを押すと大きくなるんですけど、基本的にこの Zoom のアプリっていうのは喋ってる人がここの大きくなるんですよ。喋ってる人が大きく表示されるんですね。でも、今回は私が一人で喋りたいと。一人で喋りたいから、ここの大きい画面は私で固定したいっていう場合があるんですけど、その時はこの参加者のところから自分の名前を押します。自分の名前のところをタッチ。すると、スポットライトビデオっていうのがあるので、これを押します。押した。で、そうすると常に私の顔がこれ一番大きい画面になります。で、他の人にも私の画面が一番大きく映ってるような状態になるので、一人が淡々と喋るっていう場合は、このスポットライトですね。スポットライトビデオっていうのをオンにした方がいいと思います。で、あとなんですけど、この Zoom アプリはですね、チャットっていうのがあります。チャットここ参加者のところを押してチャットっていうボタンがあるんですけど、これを押すとほいそうするとですね、みんながチャットを送ってくれてます。Zoom アプリはビデオの会話だけじゃなくて、こんな感じでね、メッセージとかも電話しながら送れるって感じです。どんどん入ってゴキブリホイホイみたいこんばんは、今帰ってるみたいです。ウェイ、手が元気元気とか言ってこんな感じでみんながメッセージを送ってくれてますね。で、ここで私もメッセージを送ることができます。ハローとか言って送信すると全員に送信されてます。で、これがチャットっていう機能ですね。で、あと知っておいてほしいのがミュートっていう機能なんですけど、全員をミュートっていうボタンがここにあります。で、これ何かっていうと、今ねちょっと聞こえてると思うんですけど、私以外の人が誰かが喋ったりとか部屋の音がしてるんですよね。他の参加者がですね気づかないうちに自分のところをねマイクをオンにしてるから、テレビの音とかを拾っちゃってたりするんですよね。で、その時にこちら側オーナー側から全員をミュートにすることができます。で、それがここ全員をミュートっていうところをオンにすると、全員をミュートを許可押すとですね、私以外のメンバー全員がミュートになります。見えますか、赤ボタンついてると思うんですけど、これがミュートのサインです。で、私だけが喋ってる。で、ビデオも出てるっていうような感じになります。これが全員をミュートです。なので、この参加者っていうタブがね結構肝ですね。チャットとか招待とか全員をミュートっていう機能があるのと、あと自分のところを押してスポットライトのビデオっていうのをオンにするかどうかですね。これが結構重要かなというふうに思ってきます。で、あとはですね、ここ詳細ボタンっていうのがあります。で、詳細ボタンは2つちょっと教えたいのがあるんですけど、ここのバーチャル背景っていうのがあります。バーチャル背景を押します。で、そうすると見ててくださいね。こうすると自分の後ろの背景が違うものにこうやって切り替わるんですよ。なんかすごいですね。これ宇宙ですね。これは葉っぱですね。で、これは自分の描いたイラストとかも置けます。例えばなんですけど、なんか見られたくないものが後ろに映ってたりとか、あとはそうですね、子供が映っちゃうとかかなまあそういうなんか背景に見られたくない要素があるときは、このバーチャル背景っていうのをオンにするといいと思います。こんな感じで、で、ここプラスボタンで自分が好きな背景とかも追加することができます。はい、なんか左右逆転するんですね、バーチャル背景の時だけ。
はい、で置いといて、じゃあ次、クラウドにレコーディングっていうのがあります。クラウドにレコーディングです。ちょっとごめんなさい、白飛びしてて分かんないんですけど、このクラウドにレコーディングっていうのを押すと、Zoom アプリのクラウドボックスですね、そこにこの今あの会議してるのがレコーディングされて、そこに保存されるんですよ。なので、後から見返したい人とかはですね、このクラウドにレコーディングをオンにするといいと思います。でこれ停止すると止まるん で、私が iPad Mate で Zoom 会議というか、あのオンラインでチュートリアルとかするときは絶対にこのレコーディングをオンにして、今回の会議に来れなかった人が後から見れるように絶対にしてます。で最後ですね、最後は、共有のところ、共有の項目を紹介したいと思います。で、この共有なんですけど、今はこのカメラが作動して自分のカメラ、内側カメラのものが写ってるんですけど、他の例えば写真とかいきましょうか。写真を選択すると、自分のカメラロールの中のものがこうやって一覧で出てきます。なのでこの中から好きな写真を選んでみんなに見せることができるという感じです。じゃあスペインに行った時の写真をみんなに完了押します。そうすると今この写真がですね、みんなの方にあの表示されているというような感じで、自分の動画は今オフになってます。であと面白いのがですね、この下にいろいろあるんですけど、まあこれは触ってみてください。でホワイトボードっていうのがあります。これがね結構面白いので、ホワイトボードを紹介します。ホワイトボードを押すと、こういう真っ白い画面になるんですけど、ここでアップルペンシルの出番です。この状態でホワイトボード、例えば何でもいいんですけど、こういうねイラストとか文字とかを書くと、この画面がみんなにも共有されてます。なので、会議しながらメモを取りたいとかいう人はですね、このホワイトボードで書きながらみんなと、オンライン会議をすることができます。じゃあ例えば買うとか書くんですよ。で、まあ、ここはですね、ノートアプリみたいな感じでいろいろ設定項目があるので、例えばこれを押すと、この矢印マークを押すと、こうしてサイズを小さくしたりすることもできます。であと色も変えれますね。色変えて、オアノみたいなので書くと。 iPad Mate の皆さん、これ書けますか？そちら側から書けるみたい。書いてる書いてる、みんな大きいよ。書けるじゃなくて、書けるかどうかはまあ分かりました。新型 iPad Pro を買いますか、イエスかノーか、皆さん丸をつけてくださいって言ったらみんながこうやってね書いてくれるんですよ。こんな感じで、みんなでホワイトボードを共有して、1個のホワイトボードにみんながこうアップルペンシルでですね書けるんです。なので私は買いますよ。買うので、アミティ先生みたいな感じでまあこういう使い方はあんまりしないですけど、普段、使うのであれば、例えばミーティングの内容を誰かが、ファシリテーターだったりとか議事録を取る人を決めておいて、その人がこのホワイトボードを使ってメモを取っていくと。で、ここに写真に保存っていう項目があるので、この写真に保存を押すと、カメラロールの中にこの今のホワイトボードが保存されます。で後からこれを、まあ、社員の人たちだったりとかに共有してあげると結構いいんじゃないかなって思います。はい、で戻るときはここの共有ボタンを停止すると自分が戻ってきますというような感じでですね、チャットをするアプリでございます。これが Zoom っていうアプリです。で私はいつも、みんなはミュートにしてチャットで話しながらやってますね。はい、ということでですね、 Zoom アプリの紹介でした。すごい便利なアプリなので、ぜひね皆さん使ってみてください。最近コロナとかでねリモートワークしてる人かなり多いと思うので、この Zoom アプリは絶対に覚えておいた方がいいと思います。で iPad Mate では Zoom とかをね使ってライブとかしてるので、興味ある人は見に来てもらえると嬉しいです。で個人的にはですね、iPad でもできるし、あとは iPhone でもね Zoom アプリあるんで iPhone でもできます。で iPhone でしたい時はこういうのをね置いて、こういうのを置いてこうやって
やるといいです。であとは Mac も使えますね。 Mac でも Zoom アプリがあるのでそれダウンロードしてもらってやるといいんですけど、あの個人的には iPad でやるのはおすすめしないですね。なぜかというとすごくあのカメラ映りが悪いっていう感じですね。あの Mac でやるとこのね Mac の角度とかがコントロールできるから結構 Mac でやるといいです。 iPhone も結構映りいいけど iPad は角度が調整できないんで、あの新しいマジックキーボードになるともしかしたら角度がこう調整してあの女の子とかはね自分が映りのいい感じに持ってこれるかもしれないんですけど、まあちょっと一番映りが悪いのが iPad です。でも画面は大きいのでチャットとかもいろいろ見やすいと思うので、まあそういうの気にしないっていう人はぜひ iPad でやってみてください。はい、ということでこの動画が役に立ったらぜひいいねボタンをお願いします。ご清聴どうもありがとうございました。 iPad メイトの方引き続きよろしくお願いします。バイ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 。あ、終了ボタンはここです。終了ボタンはここ、ここね、これ。バイバイ。誰か喋って、誰も喋ってくれない、悲しい皆さん明日からお休みですか？やばー。ちょっとあの iPad Pro が出たんで私は頑張ってたくさん動画を作ろうと思って昨日はねあのちょっと出れなくてごめんなさい。皆さん買う？買う？買わない。買わないって買わないそうです。買わないそうです。もう一回いきますみんな気にせんといてや